確かに、吉村市長と僕と、知事市長のポジションを入れ替えて、まあ、選挙をすると、これまで府市一体でさまざまな取り組みをやってまいりました。今大阪府の職員も大阪市の職員も、まあ、福祉と推進本部会議の中でね、僕が本部長、吉村市長が副本部長として、もう組織は一体で動かしてきておりますから、どちらがどういうポジションに立っても今の大阪の一体で成長戦略をこう実行してきている、大阪全体の市民府民へのさまざまな行政のサービス、これは変わることがありません。